シャベット解放区の酒井です。本日は何をやってもうまくいかないということで話をさせてください。今ですね、シャベレッドエンジンをかけるということ、エンジンアイドリングを安定させるということでいろいろさせていただいているんですけど、なかなかちょっと時間を作ることもできなかったりとかということで、今日久々に作業してたんですけど、それで3時間ぐらい作業をやって、なかなかうまいこと、全部がうまいこといかないとエンジンはかからないというところなんですけど、なかなかうまいこといかないということで話をさせてください。はい、このチャンネルではですね、ショベルヘッドのこと、ハーレーダビッドソン、バイク、DIY、メンテナンスでバイク購入についての話をさせていただいています。チャンネル登録していただけるとすごい嬉しいのでよろしくお願いします。あとですね、同時にですね、動画の方へのコメント、グッドボタンしていただけるとテンション上がって動画撮っていけるのでよろしくお願いします。はい、あと個人的に僕に連絡取りたいよっていう方は公式 LINE ということで概要欄に記載がありますので、そこから登録していただいて連絡いただければ連絡取れますのでお願いします。はい、でうまいこといかないということで、ちょっと今ショベレッドの状態をちょっとご案内しておこうかなと思って話をさせていただきます。今ですね、エンジン全部ばらして組み上げて、キックの方でエンジンは一旦かかったんですけど、ちょっとアイドリングしない状態、吹き上がらないような状態だったんですよね。で、キックが大変で、ちょっとどこが悪いのかっていうのが全く見えない状態だったんで、そのキックキャブレターが悪いのか、キャブレターも疑わしいところではあるんですけど、ちょっとキックだけではエンジンをかけるのがちょっと大変なので、ちょっと今ハーネスをつないでるんですよね。でハーネスをつないでるんですけど、そのハーネスをつないでも今度はソレノイドもしくはスターターリレーがダメっていうことが判明したんですよ。だからもうなかなかそのキックは大変だからということで、セルモーターでエンジンを始動しようということで切り替えたんですけど、そこもまたちょっとうまいこといかないっていうことですね。で、セルモーターでエンジンかかれば、アイドリング、例えばどこが悪いのかなっていうことはだんだん突き詰めていけると思いますので、今その状態でそのったことをやっています。なのでなかなか動画がちょっと作業動画ですとか、ちょっとなかなか撮れない、もう本当にこう手仕事みたいなことになってしまってますので、ちょっとなかなかうまいこと動画発信できないかもしれないですけど、なんとか頑張って発信はしていきたいと思ってます。で、今ちょっと今日3時間ぐらい作業をして分かったことは、もしかすると何でしたっけ、スターターリレー、セルモータースターターリレーがちょっと悪くて、ちょっと今回らない状態ですね。強制的にはそのソレノイドが入って、セルモーター回りますので、強制的に回せば、なんでちょっとまたその辺を今晩見直していきたいと思います。はい、本日の動画は終わります。うまいこといかないということでちょっと失格してますが、頑張って少しでも全身でやっていきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。